か息子よ、一つだけお前に言っておくことがある。人生は川の流れのようだというのは嘘だ。人生は川なんかじゃない、沼だ。いいか息子よ、もう一つ言っておきたいことがある。転がる石のように生きろというのは嘘だ。人生はほっといても転がる。そして正直に言おう息子よ、人の不幸ほど楽しいことはない。なんだって世知辛い世の中だ。夢だけはいつも胸に置いて生きよう、とかいう言葉なんかに騙されるな。いいか息子よ、男は家から一歩外に出たら七人の敵が待っているというのは嘘だ。本当の敵はうちの中にいる。いいか息子よ、人という字をよく見てみろ。人と人が支え合ってできてるわけではないぞ。大きい方が小さい方によっかかってんだぞ。いつかお前も父親になるだろう。その時わかってもらえればいい。この世にお前より大切なものはない。弱虫でもいいから長く生きてくれ。そして俺の下の世話をよろしく頼む。いいか息子よ、確かに父はだらしない男だった。でも人類のほとんどはだらしないやつだ。そう思えばマシな方だよな。決して最低じゃなかったよな。そう言ってくれないか息子よ。